ヒューケラって知ってます？カラーリーフのなんか今代表みたいになってしまいましたよね。カラフルな葉っぱの色がいろいろあって、花の寄せ植えではなくてヒューケラの寄せ植えだけでも綺麗なコンテナガーデンができたりとかします。このようにいろいろな色があってとても可愛いです。でも最近はほら見て見て、これハンギングタイプのヒューケラも出ています。今まではモコモコっとしていたタイプのヒューケラが多かったんですが、このようにすり鉢にして楽しむヒューケラも登場してきました。まあ見た目は変わらないのですが、葉っぱの姿は。でもラベルとかをよく見るとハンギングとか下がるとかというようなことがラベルに書いてあるので、ぜひ皆さんも新しい素材として下がるタイプのヒューケラちょっと使ってみたら面白いかもしれませんよ。